Hey guys, 今日はね、I get all dressed up and go to classy restaurant っていう簡単な英語表現を説明していきたいと思います。I get the SV all dressed up っていうね、この dressed up ってあるけど、dressed up だ、おめかしって意味で、ね、意味があって、おめかしをする。だから、dressed up っていうか、っていうね、おめかしをするっていう意味で、おめかしをして、to cross the restaurant, to 不定詞。英語っていうのは、to 不定詞が来たら、後ろから訳すから、crush, 高級レストランに行くって訳すんだよね。crush っていうのは高級。レストランはレストランに行く。ね、こういう訳すと、私は、おめかしをして、高級レストランに行くっていう意味になるんだよね。これ、なんで all を今言わなかったっていうのは、all っていうのは、すべて、ここの意味なんだけど、この場合では、文脈に合わせて訳すっていう意味を変えるんだよね。だから、バッチリっていう意味なんだよ。私はバッチリおめかしをして、高級レストランに行く。会話表現的には、今私はって言って私はいらなくて、おめかしをバッチリして、高級レストランに行くっていうね、形にすればいいと思う。なんでオールを入れるかって、オールを入れることによって、バッチリって、バッチリおめかししたっていうことを表す意味になるんだよ。だから、訳す意味には入れなくても、おめかし、オールって入れることによって、あ、バッチリおめかししてきたんだなっていうことがわかります。まあ、中学生の場合、to 不定詞が来たら後ろから訳すっていうふうにね、考えてみてもらえたらいいと思う。うん。to 不定詞に何々するために、何々にっていう意味があるからね、そういう意味もしっかり覚えていただけたらと思います。そう。そういうことですね。